はい、82歳です。近藤さんになります。さあ、春になりましたね。今日はお寺の前にいます。私のお友達がこのお寺を紹介してくれます。ちょうど春の桜祭り、ちょっと今年は桜が遅いので、ちょっと遅咲きなんですけど、桜祭りというのが行われていて、トラックフードもありますのでね、ちょっとお見せしたいと思います。はい、こんにちは。今日ようこそ。これが勝常寺と言いますね。勝常寺。はい。と書いてあります。勝常寺。はい。ここは入り口で、大津通り沿いですね。ずっと入っていただいて。はい。ここはですね、浄土宗のお寺なんですが、矢場地蔵というお地蔵さんが祀ってあるお寺です。矢場地蔵という延命地蔵をお祭りしておりまして、本堂になります。矢場地蔵堂ですね。これ千羽鶴がね、私たちがよく折る千羽鶴。そうですか。うん、あ、これも要するにお地蔵さんなので、やっぱりお地蔵さんというのはよだれかか、子供を守るということで、こういうふうに皆さんがやって、阿弥陀如来さんが右の方に祀られております。阿弥陀如来様ね。はい。でこのお寺は徳川の1700年ぐらいにね建てられたって言って。はい。言ってたけども、徳川家の藩主が建てたっておっしゃってましたね。徳川藩主が建てたんだって。お中はこんな感じです。ここではですね、お願い地蔵というのがございまして、ここにお地蔵さんと、あとこちらに木札があります。この木札の裏にお願い事を書いていただいて納めていただきますと、中で、こちらでお経をあげさせていただくという仕組みになっております。私知らない、これお願い地蔵。そうなんです。こういう可愛いお地蔵さんで。はい、このお地蔵さんでこう書いてね、いくら500円ですね。1回がお願いできるということね。ソメイヨシノがちょっとだけ咲いてる感じで、あっちのピンクはまた違う種類の桜ですね。お茶を入れる、お抹茶を立てる。お抹茶とお饅頭付きで無料フリーサービスです。イエーイ、ラッキー。先生は皮膚科の先生。そうです。ですよね。でもおいくつかお聞きしてもいい？見えますか？綺麗にね、今日はブルーのこの。もうすごい年ですよ。本当？はい、82歳です。近藤さんになります。本当70代。とんでもないとんでもない。はい。先生食べてるのはこれ何ですか？いちごなの。私いちごが大好きで、でもこんな珍しいのは初めて。そう、削りいちごってね書いてましたよね。本当だね。もう先生じゃ何年ずっとやられてるんですか？そうですね、50年やってるかな。50年。卒業したのがだから。卒業して41年生まれだから1966年に卒業、1966年に卒業して66年から今2024、計算したら10年だから教室にいてね、医局にいて、それから子供が4人いるもんだから、あ、4人なんだもんで、もうとても外へ出れないから、10年経ってから開業しました。うちの母も4人産んで、私は3番目なんだけど、でずっとお仕事は皮膚科の、夫の両親が、夫一人っ子だもんだから、両親がね見てくれて、うちのお父さんも一人っ子だったよ。あ、そうでした。でお母ね、いっぱい子供が欲しいって言って、お母さん4人産んだみたいな。どうしようもないね。すごいですね。まあだから最初見た患者さんの孫ぐらいが今患者さんで来てるってわけだから、ずっとね、そうそうそう、ああ年は経ったなと思ってね。でも代々こう来てくれるといいですよね。2回だもんだから、足骨折した時はね40日あれなかったの。ああそっか。長女がやってくれてましたけどね。長女さんも長女はね本当は内科なんだけどね代わりにやってくれて、だから骨折するともうダメです。そうねそうね。じゃあもう体をとにかく丈夫にしてもうできるだけ続けられる。もう転ばないようにみんなに言われてる。続けてください。ありがとうございました。奥には六地蔵があります。六地蔵は地獄の苦しみから救い、死者が生まれ変わる6つの世界をめぐって救済すると言われています。お地蔵さんっていうのが子供を守るお地蔵さんっていう形で、手水、手長図というこういう形で手水、手を洗うところですね。でまあここからポトンポトンとこう水が流れるようになってます。ここは元小林城というお寺、お城がありまして、その小林城には徳川の、のところのお徳様がこう嫁入りされたところですの、お徳様徳川家からいらっしゃった。ああ、だからお城みたいなこの作りが、まあこれお墓なんですけどね。お墓、これはお墓ですね。お嫁入りした人のお墓。そうです。徳川家からお嫁入りにいらした方のお墓がこちらに祀ってあります。よく顔見て見ると優しそうなこのお顔してるのよね。これはお地蔵様、大きい。それはジャンボ地蔵っていう。ジャンボ地蔵です。そうなんです。私たちはジャンボ地蔵というんです。あ、これが徳川家の門ですね。はい。あ、じゃあこれ今フードトラックですね。そうですね。今日はもうフードトラックで何があるかちょっと見てみようかな。あ、ぜんざいでしょ。甘酒、ゼリー。さつまいものチーズケーキ、唐揚げとか、チキン、これ韓国のヤンニョムチキンっていうのね、韓国のやつ。肉巻きおにぎり、あ、前私食べた。肉巻きおにぎり今食べましたけど美味しかったですよ。桜あんぱん、みたらし団子、そして五平餅が売ってます。玉せん。昔からあるよね。お祭りの時にお好み焼きみたいだけどせんべいがベースなんだよね。あ、じゃあこれはなんか日本っぽいからこれ食べようかな。私はね餅チーズにしようかな。餅チーズをください。500円。これです。餅チーズ玉せん、卵とかお餅とか入ってますね。ね。さっきの玉せんね。玉せんを飲みます。おお、音がすごいよね。こんな感じで、このエビせんべいに挟んでるからお好み焼きみたいよね。食べてみると、卵とキャベツ。チーズと餅、何も入ってる。美味しいね。お好み焼きみたいな感じ。でもこのせんべいが薄いからね。お好み焼きみたいに重くならないから。おいしい。今チーズ、お餅の部分が出てきました。もうビールかな、お餅。お餅とチーズでのびのび、おいしいです。おすすめ玉せんのお餅チーズ。あ、